イカトンボ映っとるんだけどな、これあんまりにも木と緑化しすぎてから見分からんかもしれんな、みんな。もうちょっと近くにあってみんな、場所も無理やり近くにあったわけ。あ、ここ、これが限界かな、これ以上いったら逃げるの。あ、逃げるの。とりあえず、イトトンボ。1分ぐらいでもいいわ。イトトンボの種類は分かりません。小さいトンボです、懐かしい。懐かしい、ほんまに、もうついさっきあんま見ようになったの、この透明なタイプ。うん、もうそうそう、ハグロは見るけどの、川の近く行け。そうそう、ハグロは結構見るけど、この透明のこんまいタイプは久々見たわ。わしも。いいよ、これ。久々見ました、こんまい。糸トンボって言うか。糸トンボ言うんか、何トンボ言うんか知らんけどね。うん。うん。いいね。しょる。うん、じっとしょってくれよ、頼む。あともう。ちーっと何十秒か持ってくれ1分、最低1分は持ってくれ。1分、2分、すごいね、久しぶりだな、怖いな。とりあえず1分は持ってくれた、あともう1分持つか。糸トンボっていいんじゃないのか。近頃、うん、後で調べてみりゃ分かるだろう。でも糸トンボでも種類いっぱいおるけな、多分、うん、どのタイプかちょっと分からんけど、うん、まあ後で、うん、あとでグーグル先生に聞いてみよう。グーグル先生、グーグル先生、このトンボはどういう名前ですか。うん、これはね、とか言って。そんなの分かるん。いや、そんな、いや、グーグルとかに書いてあるじゃん、種類。あ、飛んだ。おぉ。俺飛んだけど、また止まった。止まった。シャッターチャンスしてくれるんだよ。映させてくれるんだよ、うん。いや、向こう草じゃ、もう気づいてないと思っとんだよ、こっちが。なんじゃろ。うん。全然気づいてるし。全然気づいとるけど、あ、やば、お、また来た、こうやって待った。こいつ、何がやんの。うん、だけどこれで、いや、バレてない思うと思う。じゃろ。バレてないと思ったんだよ。全然バレてるし。うん、よいしょ。わしはもうそろそろ。わしはいつまでも2分いっとるけえよ。短いとこ。バイバイ、そろそろ切ります。チャオー。よっしゃ、いった。ほんまに。もうちょっとこれ、最後に逃げてもいいけ、アップ写真行きまーす。うん、思いっきりアップ行きまーす。もう、トンボが逃げてもいいので、はい。最後にアップ撮っときますね。何トンボじゃろう、糸トンボって子供の時におじさんたちは言っていましたが。さーて、何トンボというのかな。まあ皆さんもですね、分かるようだったらですね、ご返答を、まあ、コメお願いします、コメント。わ、結構面白い動作するの、お尻をキュッキュッと動かして。草の葉っぱのようなごまかし方しようかな、これまさか。そうだ。うん。ということで、ご聴取ありがとうございました。チャンネル登録と、すいませんが、よろしくお願いします。よっしゃ、いいだろ、もう2回。